皆さんこんにちは。食べながらきれいにを叶えるオンライン美中華料理教室エクラシーフを主催しております井村佳代です。はい、ということで今日ご紹介するのはこちら、油の王様純ごま油。こちらは熊本店の坂本製油さんというところが作られているものです。で、私もねこれクラブハウスで知り合いになった方から教えていただいたんですけれども、その方のお話を聞きますと、国内の製油メーカーさんっていうのはその機械のね関係でね、なかなかこうメンテナンスとかそういうところが大変なようなんです。なのでどんどんね締められているんですけれども、こちらの坂本製油さんは今でもね修理をしながら製造を頑張ってらっしゃるそうです。で、ホームページを見てみると、確かにね、作り方が昔ながらの製法で古式圧縮絞りというものを採用されているそうです。そして、少人数ながら手でね全てね行っているようで、でこの、ごま油の充填とか、あとはこのラベルの貼りとかも手作業でされているそうです、ね、やっぱりこういいものをしっかりこの人の手で作っている、そういった会社さん、ね、応援したいですよね。色を比較してもらおうと思って、こちらいつも私が使っている多分日本で一番よく売られてるんじゃないかなと思うメーカーさんのものなんですけど、色はねそんなに変わらなかったんです。で、香りはいつも使っているものはこう蓋を開けた瞬間にガツンとこうゴマの香りがする感じなんですけれども、坂本製油さんのものはスーッとこれねアロマのように漂ってくる感じで、すごく上品な感じがしました。でその味なんですけれども、いつものやつは後味に少し、ね、苦みがあったんですけれども、坂本製油さんのものはスーッとこう入ってくる感じで、うん、すごく美味しかったです。はい、ということでこちらの坂本製油さんの純ごま油、なんとアマゾンで買うことができるんです、ね、ポチッとすれば数日で届くのでとっても便利ですよ。私の概要欄のところに URL を貼っておきますので、ご興味ある方は覗いてみてくださいね。ということで今日は、私のおすすめのごま油について紹介しました。ご参考になれば幸いです。それでは。